はい、ということでこんにちは、勝俣博物館です。今日はですね、ちょっとおしゃれなシャツ屋さんに来たので、なんかフラッと入って、あのフラッと買い物してたくさん今購入しました。めっちゃおしゃれじゃない？今俺が着てるのもこれ日本のやつで、お台場にあるやつなんだけど、こういうのすごい好きなんだよね。めっちゃかっこいい新しいモデルのやつと、なんかもうこっち安くなってるやつみたいなのがあって、これなんかすごい、これも面白いね、数式。あ、これ気球のやつかわいいじゃん。やべえ、これも欲しくなっちゃうな。2つで130ユーロ、困ったな、どうしよう。これめっちゃかわいくない？この気球のやつ、かわいい、やばいよね。何枚買った今？今3枚買って、パンツ5枚買ったこれかわいいじゃん。これかわいい、これとこれ買おうこれもこれも買います。カードで払うから、ね、着替えたらせっかくだし。いやいや、今日のこれにはちょっと合ってないよ。で、今日はもうこれでコーディネートしてるから、自分で。すごいおしゃれ。ウーマンもある。ウィメンもある。すごい。靴下もおしゃれだし。なんせ店員さんが優しいし、日本語ちょっと喋れるという はーい、ということでフランスから帰ってきましたっていう体ですが、もうフランス帰国から2週間ぐらい経過しておりますフランスから帰国したのが3月の19日で、もう今これ撮影日が4月1日です。はい、ということで、コットンデュックスだっけかな、なんて読むんだっけかな。でもこれ日本で調べました、帰ってきて。サイトね、あの時はちょっとウェブ Wi-Fi なくて繋がんなくて調べられなかったんだけど、日本帰ってきて調べたら、まあなんとすごいびっくり、お値段日本円だとシャツ1着1万5000円ぐらい。これ1着1万5000円シャツ1着だよ、日本で買ったら。ウェブで買うと公式サイトです、しかも。だけどこっちのユーロ、アメリカ、フランスで買うと、3着で130ユーロと2着で120ユーロだったかな。だからいっぱい買いましたけども、シャツね、本当にいっぱい買っちゃった。でポロシャツみたいなのは2個で120ユーロでした。これポロシャツです、半袖、これからの夏仕様で、今から着てみたいんですけども、あとね、パンツもね、買いました。ボクサーブリーフ。箱も可愛い。中開けるとこんな感じ。だから パンツもまあ、俺パンイチ YouTuber だから、パンツも履いてみてね、ちょっとやってみたいなと、着て、ちょっと見てみたいなと思います。なんか今めっちゃダサいことになってるね、ここね。社会の窓全開だね。まあ今からこれ着ようかなと思ってるから、まあこんな感じになってるんだけど。でも、フランス楽しかったね。楽しかったね、びっくりしたね、いろんなことでね、うん、思い出がいっぱい、うん、いろんな発見もあったし。ゆうやくん初海外だから、ね、そうそう、俺初海外だったからさ、ほんとよかったよ。あ、ほんとだ、ちょっと大きめなんだね。そうなんだよね、ちょっとやっぱ首のところを締めれるようなサイズに合わせると、ここほら首がぴったりじゃん、締めると、うん、これじゃ小さいとちっちゃくなっちゃって苦しくなっちゃうんだよ。で、首は締めない手で買えばまあいいのかもしれないけど、でもやっぱ大きく見える。どう？かわいいかわいい、かっこいいよりかわいい。まあそうだね、気球だからね、気球の総柄ってか、まあ全部総柄だね、このブランドは。こんな感じ、やっぱちょっとでかいかな、伸びるとこんな感じだし、ちゃんと伸ばすと。肩も意外とね、合ってるんだけど、ここ合ってるんだけど、ちょっとね、長いね。外人サイズなのかな、やっぱり。これ M? M とかじゃない。あ、そっか、うん、40。あ、でも M って書いてあるね。いや、違うわ、42です。42、ワイシャツとかのサイズで42、41、40、39、38とかってあるんだけど、だからこれのスリムフィットみたいなのが本当は一番いい。
首のサイズがあれで、だ長いよね、ダスト、うん、インした方がいいかも。やっぱインした方がいいよね、うん、なんかだらしなく見えるよね、シャツでやっぱ出してるとね、うん、まあこれが1着目、2着目、これは柄的にはなんか絵画みたいな感じかな、なんかいろんなアート、いろんな絵が、まあいろんなつでも同じ絵が何個もこうバーって並んでるだけなんだけど、おしゃれね、やっぱパッと見おしゃれだよね。でもまあ 俺のことを多分外で会ったことある人はよくわかると思うんですけど、視聴者さんで結構こういうシャツ着てます。本当はね、別にジーンズじゃなくてスラックスとかでも全然合わせれるんですけど、まあ、ジーンズの方がちょっとラフかなっていう感じがしたんで、今日は今ジーンズで合わせてます。ボタンもね、結構特徴的。これはどう？さっきとまたちょっと違う、印象違うね、印象違う。俺全く見れてないからさ、そっちが、そう、やっぱさっき明るい色だったけど今度ちょっと、あ、そうだね、ちょっと大人っぽいね、うん、確かにそんな感じは俺も今着ててするわ。丸系の柄から今度カクカクした柄そうだねこっちはやっぱ水玉模様みたいなイメージがあるけど、うん、これだと確かにちょっと堅苦しいというかね、まあ、だからこれが本当は、あ、その赤いジャケット取って、その赤いジャケット着たら意外と似合うのかもしれない。どうかな、あ、いいんじゃない、やっぱジャケット着ると一気に映えるよね、うんうん、中がこう派手しくても全然いける、締まって見える ね、まだこういうコーデもできるし、ベスト着てもいいしって感じよね。じゃあこれはこれで終わり、次着てみよう。生地すごいいいよ、なんか洗濯してもシワがつかなさそうな、なんか俺が好きな生地、結構ハイブランドのやつってマジで洗濯するとアイロンかけないとシワシワになったりするけど、これはそういうのがなさそうだね。まあだから、まあ逆を言えば安っぽいっちゃ安っぽいんだけど、綿って書いてある一応、綿コットンが 98%、 なるほど、うん、だからやっぱ麺 100% よ、ほぼ。あれミスった、お化けお化けミスった。いや本当はこういう着方しちゃダメなんだよ、あ、カラフルだね全部。そうだね、これまあ強いて言うならポールスミスみたいな結構感じ、近さで言うと窓がいっぱいです。窓いっぱいだね、やっぱこういうのでも海外チックだよね、この窓さ、よくあるじゃんやっぱ。いや、これはおしゃれだな、すごい派手だね、うん、これはすごい、うん、あー、これはすごい派手だ、目立っちゃうわ、それは、これ目立つね、これ目立つわ。どう、あー、ジャケットあったわ、こうなんか、うん、閉まる、落ち着くよね。なんか自分で見えないから、あ、でも派手だね、うん、でも派手だ、ね、それは結構派手めな方だ、これちょっと派手だね、こんな派手なんだ、すごいな、これはちょっと派手めですね、びっくりするぐらい派手だ親父行きだなそれ声かけられちゃうね、それ着てたらね、え、いろんな意味で声かけられちゃうわ。それはまあなんか、これはもうフランスでも着てましたが、ボルトナット、レンチとか、ボルトナットじゃないか、レンチだね、レンチ、六角レンチとかスパナとか、これはもうね、やっぱ黒で落ち着いてるし、だからといってそんな派手めではないし、まあ、派手っちゃ派手だけどさ、このやっぱ黒赤いよね、わかる？このボタンのとこさ、ちょっと赤い糸でさ、ここら辺ちょっと動画だとわかりにくいな、はい、
カっぽい。これがいいよね。これだけでも着れるよね。かっこいいね。やっぱ上が、うん、上着なくても全然、うん、これで歩ける。やっぱそんなに目立つ色じゃないから。じゃあジャケット着るとどうなんだって話で。ああ落ち着いてるね、うんうん、全体的に。あこれはいいわ。なんかもう、もう分かる、うん、合わせやすい。まあ黒のこれはでも好きな人は好きだね。ナオくんも反応したし、やっぱ工業系だからさいいなっつってナオくんでもイケメンだからいいんだよね、似合うよねあいつは。で次ポロシャツ、これ数式です。数式、数学の先生用に買ってあげたっていうのもあるんだけど、いらないって言うからそういらねえんかいっつって。うわっ、うわうわいいね。うん、どう、なんか遠くから見てもなんか近寄ってじっくり見ちゃいたいかな、うん、あらすごいそそられるその柄は。あ、本当だね。な、何書いてあるんだろうって感じだね、うん、謎だから。謎だね。あ、これいいね。なんか高校生とかめっちゃ見てきそう勉強してるから、うん、俺勉強してなかったから何もよらんけど、インしてみよう。ポロシャツインするとちょっとあれだよね、ゴルフっぽいよね。俺今ゴルフやってるからさ、ゴルフっぽい、ね、あーいいねいいね。ちょっとまあゴルフでは着ないけど、でもゴルフっぽいでしょこれ。それサイズそんな大きく見えないよ。これ M だからやっぱり、これはちょうどだと思うよ。袖もぴったりだし、うん、うん、いいんじゃない。じゃあもう一個カセットテープ。それも派手だね。なんかカセットテープこれ派手だね。これ派手だよ。着てみよう。あのね、すげえ着やすい。それなんか素材ちょっと違うんじゃない？うん、あ、いや、綿100、コットン100、コットンドゥだって。コットンドゥだね、多分書いてある。なんかすごいよ、綿100だけどなんか着たことない着心地。逆じゃねこれ。うわ派手だなすごい派手だね。うん、どう、個性的、個性的、大丈夫そう、歩ける一緒にあれなんかダメだね、反応がダメだね。ハワイとかだったらあーこれはちょっと確かに、もう沖縄でギリかな。ね、夏これだけで来てたらちょっとやばいね。マジか、こんな派手か、まあ、これはさすが東京でもありっちゃあれだけど。まあね、ダメ、来てもなんか富士山には危なそうだ来てもダメこれ。それはインしないの。あーやっぱちょっと違うね、確かに。わかるわかる、うーんっていうのがわかるわ。全然うんだわこれ。これはちょっとゴルフかな、ゴルフ行きかなこれ。こんな派手なんでもゴルフでも着ないけどね。はいゴルフはジーパンそもそもダメだし。どう？なんかヴィンテージ感があって。あ、そう。うん。昭和。確かにインしてるとちょっと確かに昭和感あるねこれね。昭和感あるわ。それ今使わないもんねカセットテープ。そうだね、確かにアイテム自体もね使わないしね。そうですか。ちょっとやっぱ派手すぎましたかね、これはね。じゃあパンツ、パンツは全部で5個で50ユーロ1個1300円ぐらい。これがまず4種類。箱めっちゃ可愛い。そうなのよね、だから潰して持って帰ってこれなかったんだよねこのまんまバッグに入れて持って帰ってきたんだよね。あと1個これ、一番ちょっとこのさくらんぼ柄、うわっかわいいちょっとエロいね。そうだね、チェリーボーイだね確かに。うわぁ履いてみよう。いや、すっごい履きやすい。見てこのフィット感、やばいでしょ。うん、すげえプリプリしてるでしょ。サイズちょうど
いいの？ぴったり、M でぴったりです。俺ウエスト76のヒップ92ぐらいなんだけど、すんごいちょうどいい。このね、肌触り本当にすごくいい。お尻とかの、あのやっぱちょっとガサついてるとかあるんだけど、これかなりいいね。いや、いいわ。どう？見た感じ。かわいい。かわいい。かわいい。なんか飴みたいに見える。あ、そうだね。リンゴ飴にも見えるね。うん。リンゴ飴？もしかして。え？さくらんぼじゃなくてリンゴ飴じゃね？これ。だってさくらんぼでこれ、こうじゃないでしょ。まあ確かに。リンゴ飴だこれ。これ見るとリンゴ飴っぽいよ。ああ、リンゴ飴か。ね、リンゴ飴だよね、これ。そんな文化向こうにあんの？ね、わかんない。じゃあちょっと次ペンギン履いてみたいと思います。なんかすごくない？何柄でしょうか、それ。これはペンギン柄です。ペンギン柄、ペンギン柄なんだけど、なんかパッと見わかんないよね。わかんない。ねえ、ちょっと白ってなかなか俺履かないからさ、なんかちょっと小学生っぽいイメージがあるんだけど、なんかもっと近く来てわかんない。あ、そう、これで映る？あるね、ズームしてくれてもいいよ、全然。ん？そこ乗って手持ちのそれを、うん、そう。なんかエロくねこれ。え、そう？このズーム、すごいもっこりしちゃってる。そんなズームしなくていいんだから。でも、すごいね。なんか、いいよね、ここ、氷みたいで。ペンギン住んでそうで。うん、次、かわいらしい。この超なんだこれ、花とか鳥とか、これかわいい。履いてみます。これおしゃれだね。これはかわいい。これやばいね。これすげえよ。なんかレディースにもありそうで。ありそうだね。オソロでもいけそうだね、なんかね、うん、なんか水着っぽい感じます。あ、わかる。確かにすげえ。俺鳥嫌いだけど、ここら辺に鳥いっぱいいるけどね。わかんないね、でもね、パッと見ね、うん、鳥って。すげえ、これはおしゃれだわ、確かに。いいね。じゃ次、ビール。次、ベア、ベア、ビールいきます。すげえ、これ今度ここ黒なんだね。どう？感想は？パッと見、わからん、うん。ビールっぽくないね。ビールっぽくはないよね、確かに。なんかオレンジジュースとか、なんかグレープフルーツとか、グレープジュースかなみたいなさ。うん、まあでも、わかんない。もしかしたらそうかもしれない。あ、でもビールで泡があるもん。黒ビールとか。うん。まあ、おしゃれだけど、やっぱ白が貴重なのってあんまりなのかな。あんま履かないから、それ。黒とかのパンツしか履いたことなかったから、うん、イメージ的にあんまり似合ってるかどうかわかんないんだけど。いや、いいと思う。まあ似合ってるって、まあ、まず見るもんじゃないしね、これをね。そんなね。新鮮な感じ。新鮮。じゃあ最後、楽譜に蝶々。それかわいい。どうだろうね、履いてみよう。なんかこれすごいね。やっぱ白って俺違和感しかないんだけど。なんかアートだね。アートだよね。斬新なデザイン。だってさ、俺今まで履いてたパンツこれよ。見せるんかい。うん、いやこれよ。なんか、まあ普通じゃん、うん、これだからね、いきなり。やばいよね。ね、なんて反応するだろうね。ね、ちょっとなんて反応したらいいか分からなくなっちゃうよね。うん、それ見せられたらね。結構女っぽいデザイン。あ、そうだね、確かに女っぽいっちゃ女っぽいね。じゃあ履いてみる。じゃあ映れない。映れない。何の音楽なんだろうね、その楽譜弾いたら。確かに蝶々かな、そこは。どういう音楽だっけ、蝶々って。蝶々って。そうだね。そうか。じゃあまあとりあえずパンツはこんな感じで以上になりますが、上ももう来たのでこれで終わりにしたいと思います。じゃあちょっと待って、これにこれとか来たらどうなるの。うわ、まあありえないけどさ、こういう格好はどう？ちょっと変態っぽいね。はい、すいません。申し訳ないです、変態です。変態じゃないもんな。で、パンツ見してよ。はい。一緒やんって。
中やんって。おしゃれだね。なかなかいないと思う、そんなの着てる人。ないでしょう、これフランスだもん、やっぱり。海外じゃないとダメかもね。か、東京。ちょっと地方で来てたらちょっと派手すぎるね。銭湯とかちょっと恥ずかしいね。恥ずかしいね。これ恥ずかしいね、銭湯はね。確かに。一番でも良かったのはやっぱこれかもね。いや、それ可愛いと思う。これか、やっぱ黒系のどっちかだね。日本ね。背景。これ、どっちかだよ。うん。うん。ペンギンはなんか面白いし。まあでも、5個で安くなるってやってたから、やってたし、欲しい柄がね、もうなんかやっぱセールだったからなかったっていうのもあるけど。とりあえず、パリの、なんか、ありました。コットン・ドゥ。日本でも売ってるので、ぜひ見てみてください。それではまた明日。